霊能者のアトリエ。皆さんこんにちは、カズマです。霊能者画家詩人として活動しております。本日のお話はジンクスを作る風水にまつわるお話です。ジンクスって聞いたことありますか？何かをするとこう幸運になるよとか、何かをするとこうなっていくよとか、例えばサイコロで6が2回出たらなんかいいことあるよみたいな、こういうこれやると幸せになるよと、占いとかもそうなんですけど、これやるとダメだとかっていうジンクスを自分自身で知らず知らずのうちに無意識で自分にかけてる場合っていうのはものすごい多いと思いました。この自分自身に無意識にジンクスをかけることによって自分自身に余計な不幸、不運を招いているのではないかなと思います。自分の中にある不安みたいなもので何かに対して条件をつけるのをやめてみてください。例えば今日明日の朝出勤する前に扉を開けた時に風が吹き込んできたら今日はいい一日になるとか、こうしなかったら幸せになるっていう限定条件を、不利になるかもしれないのにジンクスを作らなくていいんですね。例えば朝起きただけで私は幸せだっていう風にジンクスを作ってもいいはずなんですよ。今たった今私は呼吸している、私は今幸せだっていう風にジンクスを作ることができるんですけども、自分自身で無意識的に悪い方悪い方、不利な方不利な方へとジンクスを作ってしまっているんですね。あと星座占いとかでもそうなんですよ。今日は8位だから運勢悪いな、11位だからダメだな、12位だからダメだなとかっていう風に自分の運勢をあらかじめ悪い方向へと定めてしまうんですね。悪い方向へと定めることができるのならば、いい方向へも定めることが必ず可能なんですよ。自分の心の中で思い描いてほしいんですけど、あ、今日いいこと起こるなっていう気持ちの時、日のそういう一日の時ってあると思うんですね。それをちょっと思い起こしてみるんです。で、たった今に想像するんですね。で、今日一日、一週間、一年、来年、5年後も幸せだっていう風に自分でジンクス、流れを作るんです。そういう風に想像するんですね。で、その想像を想像するっていうのはそういうことなんです。自分でジンクスを定めて、それを雰囲気とイメージを掛け合わせて想像するっていうんですよ。霊能者としてセッションを行っているんですけど、そのセッション内容の中に継承学っていうものがあるんですね。これはさっき言ったようにイメージを司って自分の好きなもの、自分の未来、または他人だったりを助けることができるんですよ。イメージを司ることによって多くの人がこの無意識の中でイメージを司っている場合が多いんですね。これを自意識の中で自分が好きな方向へ意識を司ることによって未来を明るい方向に想像することができると思います。自意識、ジンクスを想像する、だから風水とかでもこれをここに置かなければならないっていうのも それだっていうふうには限らないんですよ。自分がここにあって、これがここにあって、こういう効果をもたらすっていうイメージを強く持てれさえすれば、他人が言う風水なんて本当にどうでもよくなるんですね。そんなのに縛られないんですよ、人間っていうのは。で、私が、これはちょっと、ちょっと刺激的な話かもしれないんですけど、もしあなたが美しい存在で美しい想像をするならば、星の動きそのもの全てがあなたの行動に合わせるんですよ。だから、今この時、星の動きだからこういう風になっていくじゃなくて、あなたがジンクスを想像することによって星の動きが新しい動きをするんですね。そうすることによってあなたは創造主になれるんですよ。
環境に適応するのではなくて、環境そのものも創造することができるっていうことですね。まあ、占星術にちょっと反するかもしれないのですが、実際にそういうことは本当に起こるんですね。光の勢力っていうものが存在しているので、その光の勢力が意識を粒で伝達していって、宇宙だったり物だったり空間だったりに伝えていくんですよ。あとは本気ってあるじゃないですか。全ての人は本気になれるんですけど、本気になることが難しいんですね。本気になれば全ての人は何だって行うことができるんですね。でも本気になるっていうことが難しいんです。で、このスイッチのジンクスもあると思います。こうなれば私はダメだとかね。で、こうなれば私はダメだじゃなくて、こうなっていくといい、こうなってもこうなっていくっていう風に自分でジンクスを作っていくんです。そうすると自分で流れっていうものを作ることができると思います。はい、本日はこんな感じですかね。いかがだったでしょうか。引き続きまたよろしくお願いいたします。インスタグラムの方でいろいろイベントを行っておりますので、今日ぐらいの締め切りのものが結構多いので、よかったら、はい、お申し込みいただけると幸いです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。